日本長野県松本市ちくまちくまは、長野県松本市の薄川の南側の町名。現行行政地名は、ちくま1丁目からちくま4丁目。住居表示実施済み。郵便番号は390-0821。この地区を南北に貫く山彦道路沿いや県道297号戸川地、蒲田線沿いには郊外型の専門店が多い。薄川沿いは、 整備されており、薄川元旦マラソンや毎年8月に行われる、千く神社の祭りなどで賑わう。江戸時代までは、千くの一般的な読みは、つかまであったが、明治神事に読みにくいことから、文明などは、千くに変更された。その後に成立した千く県も、千く県であった。しかし、この地域は、千く神社が鎮座することなどから、つかまのままとなった。江戸時代には、 千く村を形成していたが、1875年に、西隣の中林村や、南東隣の山西村のほか、庄内村、渦橋村、蘇谷、野村、鎌田村、小島村を合併し、新たに、千く村となった。このうち、千く村、中林村、山西村を合わせた範囲が、現行の町長とほぼ合致する。1889年に、 ちくま村を東西に2分し、東部が松本市に編入、西部が松本村の一部となり、それぞれ大あざちくまとなった。2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。